サイエンスミニショー。ミニ実験。サイエンスミニショー。またまた登場。今回はどんな謎々が飛び出すのでしょうか。でんでんさん、よろしくお願いします。よろしく。それじゃあ早速第1問。どこまでも自分にくっついてくる平たいものといえば？答えは影でした。第2問。背中はツルツル、お腹はベタベタ、これなんだ？3、2、1。答えはセロハンテープでした。第3問。違うとくっつく、同じだとくっつかない、これなんだ？3、2、1。答えは磁石でした。皆さんは磁石だとわかりましたか？どうやら次の部屋でサインマン所長の実験映像が見られるようですよ。磁石の性質を調べてみましょう。用意するものは磁石です。磁石には S 極と N 極があります。違う極同士を近づけると引き合う力が働きます。スローモーションでもう一度。そして同じ極同士を近づけると反発する力が働きます。丸い形の磁石でも性質は同じです。さて皆さんは方位磁石を見たことがありますか？方位磁石を使うと方角を知ることができます。それは磁石でできた針が地球という巨大な磁石と引き合うためです。地球は北極に S 極が、南極に N 極があります。 S 極は N 極と引き合うので、針の N 極が指す方が北の方角となります。サイエンスミニショー。引き出しの中のルーペ。人間の脳に起こる不思議を体験するコーナー。みんな見てみろ、こんなものがあるぞ。とんがったものが1、2、3、欠けてる丸が1、2、3。今からこれを全部使って大きな白い三角形を作るぞ。とんがり3つをパッパッパ、欠けてる丸をパッパッパ。どうだ、真ん中に白い三角形が現れただろ。でもこの三角形本当は存在しない。ここにあるのはとんがったものが1、2、3、欠けてる丸が1、2、3だけだからな。よし、もう一回三角形を作ってみるぞ。とんがり3つをパッパッパ、欠けてる丸をパッパッパ。どうだ、白い三角形が現れただろ。この不思議三角形はカニッツァの三角形と呼ばれています。
ミニショー。